者がもう一人、しかも俺の可愛い狐じゃないか。大きい狐小僧、今は明治何年だ？今は大正時代だ。大正、また俺がこんなところに閉じ込められている間に、許さん許さん、鱗だ姫。どうして鱗だ姫さんを俺を捕らえたのは鱗だ姫だからな。あいつの弟子はみんな殺してやるって決めてるんだ。そうだね、特に印象に残ってるのは二人だな。珍しい毛色のガキだったな。一番強かった、獅子色の髪をしてた、口に傷がある。もう一人は花柄の着物で女のガキだった。小さいし力もなかったが素晴らしっこかった。それって、じゃあこの二人はこの海に殺されていた。でも俺は二人と、その面、目印なんだよ、その狐の面がね。鱗だけが彫った面の木目を俺は覚えている。役所の面と言ったか。それをつけているせいでみんな食われた。みんな俺の腹の中で鱗だけが殺したようなもんだ。これを言ったとき、女のガキは泣いて怒って。俺が飛び飛ぶまとも、神だけじゃない、お前に食われた者の仇は俺が取る。そう言って俺と戦った奴はたくさんいた。けど誰も生き残っていない。お前も直に俺の腹の中だ。ここだ。甘いんだよな。避けた。まだ動けるのか。弟の茂の声が聞こえた。あれが聞こえなかったら危なかった。ありがとう茂、頼りない兄ちゃんですまない。抵抗したって無駄だ。大きくなっている。冷静に、冷静に。それでいて心は強く、呼吸を整えるんだ。お前本当に鱗滝の弟子か。他の弟子よりも全然弱いじゃないか。もう一度。そこだ。俺に協力してくれた。こいつを倒すための力を俺につけてくれた。だから俺は負けない。こんな鬼にスルーネジ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 ネ
動しようとしているのか。小さい体は大変だ、ウロチョロと。でも何をしても意味はない。俺はお前よりよ、体も強い、そして首も硬い。かわいそうなキツネだ。どうやって食ってやろうか。力がみなぎる。さあ行くぞ。落ちて、甘いね。止め損なった。でもね、空中ではこの攻撃をかわせない。弾かれた。全集中、水の呼吸。大丈夫だ、俺の首は硬い、こいつは切れない。一の肩。最後に見るのが鬼狩りの顔だなんて。悲しい匂い。神様、どうかこの人が今度生まれてくるときは鬼になんてなりませんように。サビとマコモ、そして殺された他の子供たち、勝ったよ。もう安心していいよ。きっと約束通り帰るんだろう。魂だけになろうと鷺山へ。大好きな鱗滝さんのところへ。